うだうだ言うなら他を探す。お前は終わりだ。他？誰もいないぞ。こいつ。悪霊だか死神だか知らないが、この体は僕のものだ。あんたの指示は受けない。そうかよ。だったら力ずくで奪うまでだ。お前には消えてもらおう。仕方ねえ。まずは付き合ってやる。だが忘れるな。お前の命を握ってるのは俺だ。あんまりダダをこねるようならお払いバブだからな。分かったら早く進め。指図するな。動きがぎこちないが、まあいいだろう。守りを固めれば軽減できる。あるじゃねえか。この残りを片付けようぜ。何だこの力。俺がいなければあいつらにやられていたってことだ。さっさとお前の用事を済ませようぜ。そうだ、妹のところに行かなきゃ。妹に会いに行く途中で事故。僕の体を奪おうとした奴に話す必要ないだろう。それもそうだな。あんたは何者なんだよ。先にお前が話したら教えてやるよ。それにしてもひどい景色だ。ここまでとはな。これが本当に渋谷なのか。そっちはまだ霧が残っている。戻れ。
向こうの世界の物体がこちらに干渉している。物は試しだ。触れてみろ。でも力は得られるみたいだな。妹ってのは病人なのか。ああ、それはタイミングが悪いな。病室は4階だったな。何してるんだ。ああやって体を失った魂を集めてるんだよ。何のために。あの世に連れ去るか、そのまま自分たちの餌食にするか、どちらにしてもあの魂は救われない。止めなきゃ。待て、あいつらはまだこっちの存在に気づいてない。見つからないようしゃがみながら背後に近づける。それでいい。恐れずにやることが重要だ。お前も力の使い方が分かってきたみたいだな。よし、いいぞ。こういうところはまれびとが多い。気をつけろ。まれびと？さっきから相手をしている化け物を俺たちはそう呼んでいる。今度はチャージショットを試してみるぞ。一気に引き抜いてやれ。完璧だ。今のは奴らの心臓みたいなものだ。
引っこ抜けばひとたまりもないさ。何か入ってるのか？食べ物がある。使えるものは使っておけ、こんな時だからな。それもそうだな。いるぞ。気を抜くな。エーテル結晶体で補給をしておけよ。筋がいいぞ。嫌な気配がする。なんだ。
気をつけろ。警戒しろ。ここはまともな状態じゃないぞ。落ち着け。目に見えることを全て信じるな。ながらにしてあちら側と接続されている。まさに理想的な観測者だ。これで計画は完全となる。触るな。誰だ。人間。もう一人。お前は、愚かな。魂を解放してやったというのに、まだ肉体などにしがみついているのか。今度こそ逃がさねえ。意志の力か。興味深い。だが、お前は後回しだ。マリに触れるなと言っている。そうか、お前の。案ずるな。私なら彼女を救ってやれる。
何もしなければな。現世の時間で3秒、呼吸1回分で終わりだ。いやだ、まだ死ねない。一つだけ方法がある。体をよこせ。妹は助けてやる。あんたを信じろってのか。無理にとは言わ。このままお前は死に、妹はあいつに蹂躙される。それだけだ。僕は消えるのか。さあな、祈れ。妹はマリー、僕は伊吹明人だ。今さら自己紹介かよ。まあいい。KK だ。名前は捨てた。KK。マリオ。俺には戸締まりしろってうるさいくせに。これだよ。マリー！しっかりしてくれよ。僕は消えなかったのか。神様に感謝するんだな。チッター見られる顔になったじゃねえか。黙れ。で、体はもらっていいんだよな。約束はしていない。現に僕はここにいる。おい、裏切んなよ。裏切ってない。まあいい。居心地はだいぶ良くなったぜ。妹を連れて行ったやつの居場所を知りたい。あいつは目的のために大掛かりな儀式をやるはずだ。じゃあそこに行けば。ああ、今みたいに返り討ちだ。焦るなよ。今度は俺の行きたい場所に行ってもらうぞ。